よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。あ、緊張しました。東小雪です。よろしくお願いします。ということで、普段はですね、ナッキーとガッキーと呼び合っているので、ナッキーガッキーでいいですかね。はい、いいかな。いいと思います。なんかそのこの YouTube 企画なんですがね、ちょっと今新型コロナウイルスの感染拡大でこういろんな影響が出ていて、でこう SNS とか見ててもこういろんな言葉がね飛び交ってて、で中には例えばこう頑張れとか、こうウイルスに負けないとか、すごく大事な言葉だし誰かの励みになってるはずなんだけど、でもやっぱりその強い言葉がこうしんどい人たちって一方でたくさんいるだろうな。自分もやっぱり時々しんどいなっていうふうに思うし、でこれだけのやっぱりこう影響が出てる中で頑張れっていうのも大事なんだけど、もうこの状況で生きているだけで十分頑張ってるんじゃないかなっていうふうに、はい、ね、でそう思います、ね、なんかやっぱりあ、こういうことしんどいなとか、こういうこと不安だなっていうふうにこう気持ちを持ち寄れて、初めてこう少しこう気持ちが軽くなって一歩前にじゃあ進んでみようかなっていうふうに思えるんじゃないかなと思って、じゃあ日頃誰にこれちょっとしんどいよねとか、これ不安だなって話してるかなと思ったら、ガキやと、嬉しい嬉しい、なんか一緒にできないかなと思ったのが私なりの経緯でございます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますということでですね、今回の第1回、記念すべき第1回のテーマが、生きづらい時にどうしてるか、しんどい時にどうしているのかっていうことで、まあ、いろんなメッセージとか質問とかもいただいているんですが、楽器的にはそのまず最初にどういう時にこう、あ、これしんどいなっていうふうに思いがちなのかとか、でそういう時に自分なりにどういうふうに対処してるかとか、どう？もうやっぱり今4月以降生活が変わっちゃったから、それに慣れるのがやっぱり皆さん一緒だと思うけど、すごい大変で、仕事もリモートになるから、いろんなマイク買わなきゃとか、なんかそれやり方、このアプリ使えるようにならなきゃとか、ログインしなきゃとか、そういうのが結構大変だし、起きる時間とか寝る時間も変わっちゃって、でそれに慣れるまでがすごいしんどかったんだよね。で新しい仕事とか新しい学校っていうところでもやっぱりすごいね、4月は緊張してても5月ガクッと鬱になっちゃう人とかもいるけど、それがもうなんか世界一緒に急にあのウイルスによって働き方とかが変わっちゃった人が今多いと思って、私自身もやっぱり日常を新しくする、それに慣れていくのがすごい疲れてて、最近やっと起きる時間、寝る時間、仕事の内容、やり方っていうのが少し落ち着いてきたかなっていう感じがしてます。あのでもやっぱりすごい大事だなと思ったのは、日を浴びることだったり、わかるわかるわかる、軽く運動するのをもう習慣にするとか、できるだけ同じ時間に起きてご飯を食べてっていうことをものすごく意識的にしないと、家にずっといるとできなくなっちゃって、だからそれがやっとリズムになると少し楽になったかなっていう感じがして、日常をアップデートするのにものすごい移行に時間がかかって、すごく大変でした。わかる、なんかこうリズムが乱れるっていうのが、心身ともにこんなに負担になることが、ね、こんなに来るんだって思った。もう本当に大変だった。今回のこの YouTube 企画はその、事前にいろいろね話してる中でこう、1.5 号機のマウントっていう、逆に緊張するよ本当。そう、なんかこう 1.5 号機ってなんやねんっていうところでこうちょっと説明しておくと、私たちよくさ、こう初号機が仕事モードだっけ。そうそうそう。で2号機が普段の脱力、ゆるゆるなのゆるゆるなので、なんか結構これって大事で、なんかこう別にこう表裏があるとかじゃなくて、なんかずっとやっぱりこう注意を配って、ずっと緊張してずっと頑張っちゃう初号機のまんまだと、やっぱり心の糸がさ、こうずっと緊張状態だから、いつかこうプチンってなっちゃうような気がするんだよね。だからやっぱり初号機と2号機の2号機とそうそう、使い分けのメリハリって結構大事だなって思うよね、でも今2号機同士でさ、会えなくなっちゃったからすごい寂しいよね。ゆるっとできないよね。
だからこう 1.5 号機で活動する時間もねできたんだと思う。確かに確かに。その中で今回は事前にいろいろこう質問とかメッセージとか、はい、しんどい時にどうしてるとかメッセージをもらってるんですが、うんうん、これはペンネームですね、はるかさんという方から、しんどい時これどうしてるっていうところだと思うんですが、うん、最悪の事態を想定してプランを考えたり、友達と電話して乗り越え方を一緒に話すっていう風に書いてくれてて、なんかその、ね、楽観的な見方がなかなかできないことのやっぱりしんどさみたいなものもあるから、多分この最悪の事態を想定してっていう言葉が、ね、出てきたんだと思うんだけど、今言ってくれたみたいにこう友達と話すって別にこう有意義なことを必ず話さなくても、うんうん、なんか雑談大事だよね。そうなんだよね。すごくこうやってオンラインでできることもあるし、オンライン飲み会も私たちもやったしできるんだけど、うん、でもなんだろうね、こういうツールって情報を伝えるにはすごく向いてると思うんだけど、なかなかこう空気を共有するのには向いて、あんまり向いてないんじゃないかと思うんだよね。だからその場にいてリラックスできるとか、別に喋ってないんだけど、うん、なんだろう、鍋が煮れてるでも何でもいいんだけど、なんかそういう空気をなかなか共有できなくて、なんかそれがしんどいなって思うよね、うん、なんか最近元気にしてる、仕事が今こうでねとか、ここ勉強しててわからないんだよねっていうことには向いてるのかもしれないんだけど、うん、あ、なんかもう疲れちゃったから一緒にぼーっとしたみたいな、なんかそういうことにはなんかね、うん、なかなか私はまだ慣れなくて、なんかその辺はどう思う、うん、なっきゃどう思う。そうね、なんかやっぱりこういう意義がないことではないし、むしろすごい楽しいと思うんだけど、うん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 、やっぱり、うんうん、コミュニケーションってこういろんなニュアンスとかを交換してたんだなって、うん、あ、そうなの、ね、思うよね。やっぱりこんな時間にいないことによって、そういうやっぱり細かなニュアンスとかがそがれちゃうことは確かにあるなと、うん、なんかでもただやっぱりズーム飲み会とかやってみて、普段は見れないみんなのやっぱりこう生活感、うん、あ、家の感じとかねそうそう、それは楽しいよね。その後ろの本棚のそれ何とか、おつまみに普段何作ってるのかとか、うんうん、猫飼ってるとかね。だからなんかこうこういうやっぱり状況になって、新しい人間関係とかをどんどん開拓していくっていうことは、うんうん、どうだろう、ちょっと難しい面ももしかしたらあるのかもしれないけどね、うんうんうん、日頃からやっぱりこうよく知っている間柄で、うんうん、やっぱりこう深めていくみたいなこともできるのかもしれないなとは思うよね。うんうんうん、でいろんなこうメッセージもですね、他にいただいていて、質問もちょっともらっているので、はい、紹介していきたいと思うんですが、東小雪さん、安田なつきさん、はじめまして、はい、ですね、この方は大学1年生でまだ大学に入学したばかり、入学って言ってもね、こういきなりこうイレギュラーな、ね、状況が続いているということなんですが、大学1年生で入学したのはいいものの、大学生らしい生活を送れていない大学生です。ここで突然ですが、うん、質問させてください。お二人の人生の目的を聞きたいです。今お二人が活動されている背景にはどんな強い思いがあるのだろうとすごく気になります。追加になりますが、その人生の目的に沿ってどんなもの、人、世界、そして自分を作り上げたいのか、もし可能であれば教えていただきたいです。僕は小学校3年生の頃から自分にとっての幸せは何かを考えてきました。未だに見つかっておらず、コロナ禍で自分の軸を持つことの重要性が高まり、答えが出ないことに焦っています。まだ自分が好きで好きでたまらないものも見つかってないのが現状です、ということなんですが、どうですか、うんうんうん、このメッセージ、質問聞いてみて。あ、なんか私すごいこれ読んですごい考えちゃったんですけど、自分の生きる目的って、うん、なんかこれだっていうのは私はないですね、うんうん、なんかなんだろうな、私はマイノリティの支援をしているんですけど、でもそれも支援をしてるっていう気持ちでやってるわけじゃなくて、私ができること、私の経験からもっとこうだったらいいなとか、こういう時困ったな、だから今私が持ってる情報とか経験でお手伝いさせてもらえるなっていうことをやってるから、すごい頑張って支援してるっていう感じは全然ないんですよね。でそれがまた生きる目的かって言われると、私が日々やらせてもらえること、それが仕事になってるから、それをやってる、できることだからやってるっていう感じがしていて、なんだろうね、すごく大事には思ってるけど、それが私の生きる目的かって言われるとまたちょっと違うような気がして、なんだろう、生きる目的、
ない。なっちゃんはどうですか？分かる分かる。なんかこう生きる目的とか、もうちょっと若い頃だったら将来何になりたいの、夢あるの、みたいな感じで、なんだろう、そこに明確に答えられることが正しいことみたいな、うんうん、なんかやっぱり小学生の時とか、こうこれからの目標を書きましょうとか、うんうん、将来の夢を書きましょうとか、まあ考えること自体は大事なことだと思うけれど、うんうん、こう持ってる人がすごいとか、持ってる人が正しいっていう、持ってないとダメみたいな、そう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 、ね、でもなんか持っていなければ生きられないかって言ったらそういうわけじゃない、そんなことないよ。そうなんだよね。もうちょっとなんかこう肩の力を抜いて生きてるっていうこと、もう生きてなくていいんじゃないかと思うんだけど、なんかもう生きてるっていうこと自体をなんかこう肩肘張らずちょっと肯定してみるみたいなこともそうかもしれない、うん、それで本当に十分だよね。ただ私が多分質問送ってくださった方18歳とか19歳だよね。うん、10代って書いてありますね。ね、そうだよね、うん、私が18、19だった時はまだ宝塚にいたので、まだ宝人類になることが目的だったんですよね。でもそれはやっぱり良くない。だって18、19でそれがね、自分に合ってるかどうか分かんないんだもん。うんうん、絶対に分かんない。で、それがそこに幸せがあるかどうかもやってみないと分からないし、そんな人生の早い段階で、やっぱ決められないし、迷っていいし、分かんなくて当然だし、本当に決めなくていいと思うんですよね。でも自分がその年齢だった時に生きてるだけでいいんだよって言われてもなかなかしっくりは来なかったかなと思う。今だから本当に毎日本当に何もしなくてもできなくても仕事しててもしてなくても好きなことが見つかってても見つかってなくてもなんかね本当に日々過ごせてる、命をつないでるだけで本当に十分だって今はよくわかるんだけど、自分がその大変だった時、若かった時に、なんかこうならなきゃとか何かにならない、うん、なれない自分はダメだってものすごく思ってたことは思い出しました、うんうん、確かにね。でもそっか、18、19の時振り返ってみたら私もう18の頃まだ写真やってないしね。16歳でカンボジアに行ったんじゃないっけ。そう、でも別にすぐにこうじゃあ自分が経験したことを具体的にこれに生かしますっていう、うんうん、その具体的な何かみたいなのは見つかる。なんちゃんまだ写真やってないの、その年齢の時。やってない、やってない、やってない。大学生になった時とか写真の写の字もなかったし、想像もつかなかったよね。写真の仕事につくみたいなもの。じゃあラジオでパーソナリティをやるとかテレビのコメンテーターになるっていうのも全然まだその時は、うん、ラジオは好きだったよね、うんうん、だから、うんうん、なんか興味のあるジャンルみたいなのはあるし、うんうん、自分がこう、うん、心地いいなって思うとても、ね、あったけど、うん、なんかそれを具体化するまでには至ってなかったし、具体化できないことで別に焦る段階でもないのかなっていうのはすごく思う、うんうん、なんか今はこう、あ、自分これ興味あるなとか、自分これ心地いいと思うなっていうことに、うんうん、なんか自然とその気持ちを持つっていうこと自体が大切なような気はするね、うん、自分のことがまだ分かんないよね、その年齢だと。うん、そうね、全然分かんない、分かんない。だから何が好きか何が向いてるか、まあ、好きなことと向いてることも違うと思うけど、でもそれも何にも分かんないよね、まだ私その、ね、その時は絶対自分は舞台人になるんだと思ってたから、それが向いてるんじゃないかろうかと思うけど、ね、すごい苦しかったし、今私全然違う仕事してるって、それが私の幸せだから、それは何だろうね、見つからなかったり見つけたと思ったら違ったりしても変わっていってもいいし、なんかそれでいいんじゃないかなと思う。昔大人に焦らなくていいって言われても全然響かなかったから本当に申し訳ないんだけど、でもやっぱり本当に焦らなくていいし、本当にやっぱり生きてるだけで本当に良かったんだなって、本当に今のこの年になって思います。なんか質問者さんがね、小学校3年生の頃から幸せを探してるって書いてくれてて、うん、あ、なんかすごくきっと大変だったんだろうなっていうのは読んでて思いました。本当だね。なんか他にも、うん、例えばこう、こういうことにしんどいとか、どうしてますかっていうメッセージがたくさん来ていてですね、うんうん、これは渋谷のだるまさんから
いただきました、はい、私は境界性パーソナリティ障害の当事者です。コロナで誰かと電話しようとか、うん、オンライン飲み会をしようと言われていますが、うん、そんな強いつながりの友達は私にはいません。ただ精神科医、地域活動支援センターや就労移行支援の施設のスタッフとのつながり、あるいはゆるい時々連絡するような友達や母親の存在はあります、うん、私は人との距離感が近いとダメですが、強いつながりばかりが推奨されるようで生きづらいです。私は仲間という言葉が非常に辛い時があります。東さんと安田さんは強いつながりとゆるいつながりについてどう考えますか、ということです。どうですか。なんかそのつながりの密度がどの程度濃いのが心地いいのかってものすごく人によって千差万別、うんうん、そうだね、だと思うんだよね。すごい密なのがこう好きだし、うんうん、それが心地いいっていう人もいるかもしれないし、うんうん、でもなんか私なんか例えば小学校とか中学校とかすごい息苦しいって思うことって何だったんだろうなって今振り返って、うんうん、言語化できるけど、やっぱり例えば一つの教室の中にいて、うん、もう基本的にこの教室の中で過ごしてください、うん、隣のそんなの無理だよ。こう勝手に行くのはやめてください。この例えば30人とか40人の中、うん、無理だ、必ず仲良くしましょうみたいな、あの理はやっぱりちょっと、うん、あくまで私の場合だけどすごい息苦しかったんだと思うんだよね、うん、だから、うんうん、やっぱりこう強いものが正しいんだとか、うんうん、逆にこう薄いものが正しいんだとか、うんうん、なんかその密度の心地よさを人にこう強いないっていう、それはそうだね。でもなんか自分で 内面化しちゃうよね。こういう、だから今だったらオンライン飲み会が推奨されたり電話することが推奨されたり、たくさんの人とつながってた方がよくて、でもそれはなんだろう、親友って呼べる人がいた方がよくてとか、なんだろう、それがなんか規範になっててしんどいのかもね。私全然そんな風に思わないから、自分は何人くらいの人とこのくらいの頻度で電話したりしなかったりでとかって自分の中にもあるから、あ、それはきっと人と違ってるんだろうなっていうのはよく思う。でもそれで全然いいと思うんだよね。自分が楽に息をできる、あの関係性の取り方が自分の中で分かってれば、それで、あ、なんかそんな少ないのダメだよとか、もっと多い方がいいよとか、そういうのはないじゃないかなと思うね。そうね、うん、もうね、本当になんかそのあくまでも私の場合はだけど、なんかその複数心のコミュニティを持つみたいなことの、うんうん、生き心地の良さみたいなのはもしかしたらあるのかもしれないな、うんうん、それはちょっと密度とはまた別なのかもしれないけど、ね、例えばその学校ですごいしんどいことがあっても、うんうん、別の全く学校とは関係ないこう、うんうん、コミュニティの中に居場所があって、うんうん、学校の人間関係がしんどかったらこっちに心の逃げ場があるとか、うんうん、でなんかお便りをくださったこの渋谷のだるまさんは、うん、もう精神科医の方だったり、まあ、緩くつながってる友達だったり、うんうん、こう、うん、お母さんの存在だったりとか、うん、もうすでに複数、ね、心のコミュニティっていうのがあって、うん、なんか自分から自分をこう否定する理由も相手からこう、ね、そんなコミュニティのあり方はダメだみたいな、ダメだって理由もないなっていうのはすごく、ね、うん、思うよね。境界性パーソナリティ障害っていうのはでも診断名の一つだから、それ今の状態で、あの病院に行ったらお医者さんが、あの便宜上お薬処方したりするためにそういう診断名をつけることもあるから、うん、でもそれは別にそこに私はこうなんだっていうことを、なんだろう、アイデンティファイしなくても、まあ、してもいいけどしなくてもいいのかなっていうふうのは思ったかな、うん、私もあの境界性パーソナリティ障害っていう診断名をつけられたことがあって、うん、でも十何年前なんだけど、その時はなんかすごい人格障害なんだってすごいショックだったんだけど、私が人格障害、昔はそう言ったんだけどね、境界性パーソナリティ障害、私ってそうなんだってすごく思ったんだけど、でも私は私だし、今の症状があって病院に行ったらそういう診断名がつくけど、私はそれが全てじゃないと思うし、なんだろうね、そこにすごいとらわれる必要はないのかなって思いました。本当ね、それが全てではないわけだからね。なんかもう一つご紹介をしたいんですが、はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。